エンサイクロペディアのチャンネルをご視聴いただいているアリの友達の一人から宅急便が届きました。丁寧に梱包された中を開封していくと、中身はですね、なんとトゲアリの心臓です。トゲアリですね、今シーズン、狙っていたんですけども、なかなか、タイミングや、天候など合わずですね、採集できていなかったので本当にありがとうございます。トゲアリの新女王は、3匹、お譲りいただきました。まずは個別にですね、小型の飼育ケースに移して、まずは落ち着いてもらいました。トゲアリの新女王は、1センチちょっと、12ミリとか、それぐらいですね、それぐらいの結構大きな女王です。クロオアリやムネアカオアリの、メジャーワーカーなんかに近い大きさですね。そしてですね、トゲアリ、寄生種になりますので、他のアリ、今回はですね、飼育している左側ムネアカオアリ、それから右側クロオアリから、ワーカーをちょっと、いただいて、このトゲアリに、導入をしたいと思います。1匹目の女王には、ムネアカオアリのワーカーを、導入することにしました。飼育しているコロニーからムネアカオアリを、トゲアリのケースの中に入れます。そしてこれも一瞬の出来事だったんですけれども、もう出会い頭に、取っ組み合いの格闘が始まりました。今上に、いるのがムネアカオアリのワーカーですね。それからトゲアリの新女王が下にいる状態です。トゲアリはムネアカオアリの首を、それからムネアカオアリはトゲアリ女王の触角を、噛みついている感じです。両者譲らずといった感じですね。この格闘状態がしばらく続きます。でここで、トゲアリの、女王が体勢を入れ替えてですね、上のマウント状態になります。それでもまだ胸赤割りのワーカーも触覚を離さないですね。このような格闘がずっと続いていきます。トゲアリとしては胸赤割りを征服して、それから自分の体に匂いをまといたいという意図があります。それから2匹目の女王にはクロオアリのワーカーを導入しました。1匹目の胸アカオアリを入れた女王とは違って、あまり積極的にトゲアリが絡みに行きません。どっちかというとちょっとビクビクして逃げ惑ってるような感じですね。クロオアリの方がなんとなく堂々としているように見えます。トゲアリの女王の方が大きいんですけどね、あんまり積極的に行きません。でチューブの、一部にですね、一応栄養補給のために蜜を垂らしていたんですけども、クロオアリが格闘しながらこう蜜を飲めてしまうような状態、この膠着状態がしばらく続きます。という感じで、まずは、女王2匹にですね、それぞれ胸アカオアリと、クロオアリのワーカーですね、こちらを1匹ずつ、導入することができました。もちろんまだ、危ない状態なんですけれども、まだ、致命傷などは負っていません。
ある程度落ち着いてきたので、ワーカーを追加していきます。こちらは1匹目の女王、まずは3匹になりました。胸垢終わりのワーカーの上に、乗っかってですね、匂い付けの行動などを行っています。それからしばらく、追加を続けていきまして、胸垢を入れた、トゲアリ女王1匹目も、それから黒終わりを入れた、トゲアリ女王2匹目も、7匹から8匹のワーカーを導入することができました。重大な争いはまだ起きていなくて、とりあえず同じ、集団の中にいるという状態にはなりました。まだただこれは馴染んでいるかどうかはわからない状態です。それから3匹目の女王ですね。1匹目2匹目の状態を見てどっちを入れるか考えていたんですけども、家で飼育している、量が多いのが胸垢終わりのワーカーなので、今回は胸垢終わりを、3匹目の女王に、導入しました。こちらもですね、1匹入れると早速、マウント状態になって、格闘というかもうちょっとこう上に立っている感じですね。そして、帰省にチャレンジしてから約1日後の様子です。3ケースとも、トゲアリはまだ生きています。自分とは違う種類、胸垢終わりや黒終わりに対して、帰省を、行う、そして産卵はですね、来年の春になるかと思うんですけれども、このように、他種の巣に潜り込みながら生き延びて、自分の種を、残そうという、これがトゲアリの生きる道です。まだ、寄生チャレンジは始まったばかりなので、これからワーカー導入する数なども増やしながら、様子を見ていきたいと思っています。